これが未来の新常識、教えてスタートアップということで、こんにちは、菊池嘘つかないです。今日はですね、非常におしゃれな空間、渋谷の方に来ております。ただ今日僕一人じゃないはずなんですよ。どこかな、すいません、もう一方お願いします。ふーあげーい、どうも熊田まさしです。ふーあげーい、よろしくお願いします。来ました、やってまいりましたよ。スタートアップでございますよね、はい、私初登場でございますので、なるほど、ちょっとオープニングセレモニーやってもいいですか。いや、そういうタイプの番組じゃないんだけど。いやいやいや、これはもう大事でございますから。セレモニー、うん、だけ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 、わあ、うん、大丈夫ですか。ゲイゼイ発生、ここからおとなしくいきたいと思います。スタートアップ企業さん、はい、行ってみましょう。行きましょう。さあ、ということで本日はですね、宮下パークにありますカポックノットさんに来ております。はい、ということで来ていただいているのは代表の深井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お願いします。早速聞きたいのが、はい、カポックノットさん、これどういった会社なんでしょうか。はい、僕たちはですね、はい、とある新素材を使って生産者にも消費者にも地球環境にもサステナブルな新しいブランドです。新しいブランド、はい、我々のちょっと知らないものが素材になってるのかも。そうです、僕ブルマンしか履いてないんで全くわからないですけれどもどういったものなのか、はい、ちょっと早速見せていただいたり、はい、ぜひさせていただいたりも OK ですか。はい、ぜひ来ていただいて。あ、はい、ありがとうございます。こちら、はい、ご用意しました。ほう、こちら熊田さんにぜひ。これ僕、はい、いいです。人前で着るの恥ずかしいね。こいつね、こいつね、こいつね。あ、サイズ感もバッチリじゃないですか。いや、バッチリですね。あ、かっこいいですね。おしゃれ、折り合いですね。ちょっと熊田さんの方もね、はい、どうなってるのか。熊田さん、準備大丈夫ですか。かっこいい。すごいかっこよくなっちゃった、俺。熊田さん、みんな着た服を見たかったんですよ。そっちですか。本当申し訳ございません。いやでもこれ、なんか着てる感じがないぐらい軽い。いや、軽いですよ。そうなんですよ。はい、これなんと 500g、ペットボトル1本分ぐらいの軽さなんです。気になるのは、これが何がどうサステナブルなのか。そうなんです、この中に秘密があるんです。はい、カポックという木になる木の実の綿を使ってるんです。まあ、綿は綿ですけど、木の実なんですか。そうなんですよ。その綿が軽くて暖かくて、うん、ダウンの代わりになると、ね、動物を傷つけなくてもいい、はいはい、で木を伐採しなくても木の実なら毎年なるんです。ああ、そうですね、はいはいはい。じゃあ もちろん今までなかったってことですよね。今まではもう枕とかクッションの詰め物として、それをダウンの代わりに使おうという。こちらがカポックの木の実でございます。これなんですか。はい、あ、でもこの感じで軽いですね。これ最初僕らもこの服の中に入れるためにいろいろ工夫したんですね。はいはいはい、でもやっぱり最初洗ったら偏っちゃうとかダマになっちゃう、こういうシート状に頑張っていろいろと加工条件を研究することでなんとかできるようになって、一つの木にこの木の実が300個ぐらい、でそれをインドネシアで収穫して綿にしてシートにして、で日本で縫製をして服を届けるというのを僕たちはやっております。すごい。ちょっとそれだけ大変なことですと、気になるのがどうしてこれをまず始めようと思ったのかっていうですね。はい、僕実は先祖代々、アパレルをやっている会社でして、このビジネスをより次世代に誇れるようなビジネスにしたいと思って始めるようになりました。未来にはもしかしたらカポックがグローバルのダウンのスタンダードになっているような、それをリードする企業になりたいと思って今必死に頑張ってやっています。なるほど、もうみんなが着るように、はい、これが当たり前になっているように。そう、菊ちゃん、はい、本当にとりあえず拍手、拍手素晴らしい。ちょっと芸人の我々もサステナブルに対してちょっともっとね、はい、興味を持ち、ね、知識を高め、はい、広げていけたらなと思いますんで、はい、ね、いい勉強になりました。はい、ちょっとじゃあね、熊田さん、はい、締めていただきたいなって感じするんですけど、これちょっと待って、ビシッと決める前に、はい、本当にいい商品ばっかりなので、うん、これで見なきゃダメなんです。さあ、どんな商品があるのかな。うーん、あら、あらららら、らカポックの商品は素敵な商品ばっかりだ。ひろだり。社長、これ伐採してください。さあ、いろいろちょっと勉強させていただいて、はい、本当にためになりました。はい、深井さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、これが未来の新常識、教えてスタートアップ。また見てください。バイバイ。さよなら。